水田駅は大阪府水田市朝日町にある西日本旅客鉄道日本貨物鉄道東海道本線の駅である。駅番号は JRA44JR 京都線の愛称区間に含まれている。かつては東海道本線支線と片町線貨物支線の書類上の奇襲点であったが実際の線路は水田信号上で分岐していた。そのため、 水田貨物ターミナル駅の開業の際に、実態に合わせて、これらの奇襲店も同駅に変更され、当駅は東海道本線単独駅となった。東海道本線において、京都市社が管轄する、最も西の駅でもある、新旧の中央口駅舎。1979年8月1日撮影。港内貨物線を除けば、2面4線の島式ホームで、あるが、 普通電車のみが停車する関係で内側の2線のみが使われる。外側は通過列車のみのためホームには安全柵が設置されている。また柱や梁の一部が木製の古い屋根が現在でも残されている。東淀川方に両渡り線及び岸辺方に折り返し用の引き上げ線がある関係で場内出発信号機を有する。ただし、 貨物線の場内信号機は当駅ではなく、水田貨物ターミナル駅の設備であるため、貨物線を経由する列車の運転取り扱いにおいては、当駅での採事は行われない。停車場に分類される。中央口の駅舎は、イオン水田店を各店舗とする商業施設、吹田サンクスの一部になっている。エスカレーターとエレベーターの新設工事が行われていたために、 当駅の大阪側の階段は2005年秋から約1年2ヶ月間通行不可能であった。工事完了後、大阪側は大阪駅御堂筋口同様エスカレーターだけとなっている。水田駅東口は地下に改札があり、ハートイン、神戸屋がある。ホームと東口改札は当駅北口の再開発後もスロープで結ばれている。トイレは設置されている。 直営駅で高津駅の管理下にあるが、茨城駅とともに、地区駅長が配置され、当駅は岸辺駅を管轄している。アーバンネットワークエリアに属しており、移行下及びその相互利用対象カードの利用可能駅である。日中時間帯は1時間に8本が停車する。朝ラッシュ時は本数が多くなる。朝6時台には当駅始発の大阪方面駅が設定されている。 国鉄時代の1986年11月1日のダイヤ改正以降、当駅止まりの各駅停車は設定されていなかったが、1995年9月1日のダイヤ改正で当駅始発の新未待機が朝に3本設定され、1997年3月8日及び1998年10月3日に高月発に変更になった。 2011年3月12日のダイヤ改正で、東駅折り返しの各駅停車が、再び設定された。なお、1987年4月1日時点では、東駅始発で、大阪、神戸方面にシェし、加古川行きの設定があった。また、2011年3月12日ダイヤ改正までは、東駅京都方の引上げ線で、 単語エクスプローラーの回送列車が折り返す設定があった。事故、隠しトラブルなどでダイヤに乱れが生じた場合は、京都方面行きの各駅停車が当駅で運転を打ち切られ、折り返し当たり駅始発として運転されることが多い。このため衰退機の方向幕も設定されている。前述の大阪駅側への両当たり線設置に伴い、ダイヤが乱れた場合には、 快速電車を新大阪駅発着に変更の上で、当駅で折り返すことも可能となった。2020年度の1日平均乗車人員は18,080人であり、JR 西日本の駅では新長田駅に次いで第43位。JR 京都線で普通列車のみ停車する駅では最も多い。近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。 吹田サンクス朝通商店街メロード水田阪急電鉄千里線の水田駅へは直線距離で600メートルほど離れている。水田市民は混同されないように JR の駅である東駅を JR 水田阪急電鉄の水田駅を阪急水田と区別している。JR 大阪東線の南水田駅とは約2キロメートル離れている。 鉄路で直通はできず、新大阪駅経由となるが、両駅間を結ぶ路線バスが阪急バスにより運行されている。出店、ありがとうございます。